はい。始まりました。イシモンジャップ TV! 水曜ナイターゲーム。仕事終わりで、ただでさえ眠たいのに、負け試合を見せられて、もっと眠くなってしまい、レビュー動画なんて撮影していられないイシモンジャップ。しかし、体に無知を打って撮影させていただいております。 なので、今回はその乗り切れない敗戦ゲームとなった水曜ナイターゲームの2022年ルバンカップグループ C の第3節、コンサドーレ札幌 VS 京都3外 FC 戦のレビューをお送り届けたいと思っておりますので、よろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。ということで、早速、札幌 VS 京都戦の試合結果等は、この通り。<laughs> 4対1でコンサドーレ札幌勝利一方京都さんが FC 敗戦いやー本当とにつらい、まあ、ここ直近公式戦で3連勝中と負け試合を見慣れていないだけにやっ やはり敗戦はショックでありますしまた水曜ナイターということもあり、まあ、75分にガブリエル・シャビエル選手にです、ね、追加点を入れられて、まあ、2点差になっ で、以降はもう正直もう寝落ちしそうなぐらいですね。眠たかった。眠たかった。まあ、この試合勝てばですね。サンガとしてもグループリーグ突破が決まる試合だっただけにまあ、札幌としてはまあ先週まあ、ちょうど1週間前にまサンガに。 まあ2対3で逆転負けを喫している状況でもありましたので、もうメンバー編成から見ても、札幌は絶対に負けられないっていう気概が感じられました。まあその中でもですね、ルーカス・フェルナンデス選手にガブリエル・シャビエル選手、また小前選手に高峰選手、また田中選手と、リーグ戦でのスタメンのメンバーが、この 中3日でですね、コンサドール札幌としては、ルヴァンカップにメンバーをぶち込んできたということで、それに対する京都さんが FC としては、リーグ戦の先発メンバーと一斉の総入れ替えということで、ここに関しては、この試合に対する、 まあ気持ち、まあコンサドーレ札幌としてはホームでありますし、また2試合連続ですね、その1週間のうちに、まあ京都さが FC に、まあルヴァンカップで、まあ、負けるわけにはいかない、まあその気概が感じられる、まあメンバー編成の違いだったのではないでしょうか。まあそこでピックアップワードをもとに試合の流れ等を振り返っていきたいと思います。 まず、試合の立ち上がりとしては、最先良かったのは京都。長井選手の右サイドからの左足クロスにイスマイラ選手がヘディングを合わせるという形で、これは正直入ってもおかしくなかっただけに、これが入っていればと思う次第なんですが、まあ、それ以降に関しては、コンサドーレ札幌のですね、ビルドアップが今節はさえにさえを立ってる。まあ、それも京都3外 FC のプレスの強度が、まあ、どうしても、ね、リーグ戦の時のメンバーに比べると弱いっていうのがあるので、 まあここはですね、うん、正直、仕方がない部分もあったのかなともともとビルドアップ能力に定評のあるコンサドーレ札幌に対して京都3階フシーとしては、まあ、このマルティノス選手 がですね、まあ、先発出場したわけですが、どうしてもやっぱプレスの強度は、どうしてもリーグ戦のメンバーと比べると劣る。なので、ピックアップワールドとしても取り上げている通り、マルティノス選手は切り札でこそ輝くというふうにありまして、まあ、先発出場するべき選手ではないなと。まあ、別にマルティノス選手が悪いってわけではないんですけど、この選手は間違いなく流れを変える切り札として使うべき選手だなっていうのは、まあ、この試合を見て改めて感じましたので、 でまたピックアップワードとしてほ、まあ、他取り上げておきたいのがマイケル選手のキック力とありまして、まあ、この試合ですね。もう前半 もう、まあ、イスマイラ選手のヘディング団以降は、まあ、コンサドーリー札幌の時間帯が非常に続いており、まあ、このマイケルウッド選手のですね、セービングに非常に助けられました。まあ、それと同時に、このマイケルウッド選手のキックによって、まあ、チャンスを作り出した部分もあって、マイケルウッド選手、結構軽くね、ボール蹴ってるつもりでも、めちゃめちゃボールが飛ぶんで、まあ、その結果ね、イスマイラ選手がキーパーとの1対1っていう場面もありましたので、まあ、ここのマイケルウッド選手 のキック、まあ、精度も割とあってねまた飛距離っていうのもすごく長いのでここは結構京都産しいとしては新たな武器として、まあ、個人的には新発見でありましたので、まあ、取り上げさせていただきました。 で、他でピックアップワールドとして、まだ取り上げておきたいのが、まあ、イスマイラ選手悪くないんですが、とありまして、まあ、イスマイラ選手ね、その、前回の試合の柏レイソル戦、正直、そのね、大先輩のウタ選手を走らせるくらいですね、イスマイラ選手がちょっとね、ここぞという時にスピードアップしてなかったりっていうのがあって、個人的にはですね、まあ、苦言を呈していた次第なんですが、まあ、今現在、ラマダン中の噂もあってですね、まあ、それまで体の綺麗、 があまりないのではないかと謳われてはいるんですが、ただこの試合先発出場しているということになってくるとラマダン中ではないんじゃないかとまあ思う試合なんですが、まあ実際まあそのこともあってですね、体の動きの切れっていうのは悪くなかったです。なのでラマダン中ではないのかなと、ただ、まあ、決めきれないところがですね、もうここが惜しいもうほんまあとちょっとだけなんですよね。まあ、これさえね決めていればっていうのがまあ、この試合でもね。 まあ2つ3つぐらいありましたので、まあ、チャンスに関わることができているっていうところを見ると まあ、イスマイラ選手悪くないんですが、ほんま、あとね、もう何かのきっかけで、まあ、点さえ入ってくれればっていうのが、うん、もうその点が取れない試合が続けば続くほど、フォワードって本当に点取れないので、まあ、イスマイラ選手、まあ、次のルバンカップでもですね、ぜひ私は出場してほしいなと、まあ、ボールキープの部分でも、まあ、割とこの試合ですね、いいところは発揮しておりましたので、 早くイイスマイラ選手に得点が入ればっていうのはで、すねまた、他ピックアップワールドとして取り上げておきたいのが、アピア・タビア・ヒサヒ選手の集中力のなさが目立つというところで、アピア・タビア・ヒサヒ選手のですね、そのつなぐボール、ま,あ、また相手のですね、ボールをクリアした後っていうのも、どうしてもこれ全部ね、コンサドーレ・札幌のボールになってしまうっていうのがあって、まあ、 なんか、ボールウォッチャー感っていうのも否めないですし、その、ピンチになってこそ初めてね、この選手の守備力が輝くっていう部分があるので、まあ、この選手がね、もう一歩レベルアップするには、どうしてもピンチになる前の守備の部分での、ん、なんか強度であったりとか、あとは味方に、 ね、つなげるであったりとか、うん、そういったところをですね、うん、この選手には期待したいっていうところで、まあ、スタメン落ちをしているっていうのも正直納得の出来だったので、まあ、ちょっと印象に残った、まあ、悪い意味で印象に残ったので取り上げさせていただきました。で、またピックアップワードとして取り上げておきたいのが、捕まえられない小前選手とありまして、 サンガーアカデミー出身の狛井選手、おそらくプロの舞台で、この京都サンガ FC と試合をするのは初めてだったのではないでしょうか、まあ、そういったこともあって、この狛井選手にですね、その目が映る部分は多少否めなかったかもしれませんがそれがなくてもですね、この試合、狛井選手めちゃくちゃ目立っておりましたもうボールを引き出す能力の高さあとポジションに関してもうアタッカーに配置したりあとはボランチに配置されたりと、まあ めまぐるしくポジションチェンジをしながらも、この小前選手のボールの引き出す能力及び、もういざっていう時はサイドにですね、まあ、抜け出るね、その走力に関してもですし、そのサンガ時代にその、まあ、活躍していたあのドリブラーのイメージがあったそのコマ選手が、そのめちゃめちゃ頭脳プレイをかもう頭脳プレイをですね、駆使する選手になっていて、もう改めてサンガに帰ってきてほしいなと思うくらい、まあ、小前選手 本当絶大でした,、ま、たセカンドボールに関してもこれがまた狛井選手にこぼれるこぼれる、まあ、そういった分を見ても狛井選手のサッカー IQ がです、ね、このペトロビッチ監督のもとグーンとです、ねまあ、上がっており、まあ、ペトロビッチ監督がです、ね、おそらく札幌の中でも、まあ、一番信頼感を寄せているのではないかと思われる狛井選手、まあ、それも納得のです、ね、出来でありましたので本当に成長した姿をえ、まあ、見せつけられてうら嬉しい 同時にねちょっと悔しいっていうのはこの試合においてはあるんですが小前選手がぜひサンガに帰ってきてほしいなと改めて、改めて、改めて思うくらいの活躍でありましたので取り上げさせていただきましたそんな感じで前半はですねコンサドーレ札幌のペースながらも京都もですね効率よくチャンスは作りなんとか0対0で耐えながらも京都も先制してもおかしくないような まあそういう試合展開ながら、まあ、迎えた後半ピックアップワールドとしても取り上げている通りボールを奪えずセカンド拾えず続く札幌の攻撃とありまして、まあ、この後半6分ガブリエル・シャビエル選手の先制弾、まあ、これに至るまでの間も,もう約1分前からずっと札幌のボールで、まあ、なかなか京都としてもセカンドボールが拾えず。 まあ当然ボールもですね、まあプレッシングが京都まあ後半開始早々からもですね、これがね気持ちを切り替えてガツンと行くんかと思ったら、もう全く行かず、まあもうずっと札幌にボールを繋がれっぱなしの状態で、まあ今エンジンかからず、まあそこをね、つけ入る形で、まあガブリエル・シャビレス選手が中島選手とワンツーで、まあペナルティエリアに侵入し、まあダイレクトでシュートを放ち、 まあ、京都としては先制点を許した形に。まあ、ガブリエル・シャベル選手のですね、まあ、この上手さも光りましたし、とはいえ、京都3 FC が受け身の姿勢でありましたので、まあ、ここは必然の失点だったのかなと、もう1分以上もですね、ずっと相手にですね、ボールを拾われて、繋がれてってなってくると、どうしてもペナルティエリア内での守備に関しては集中力は劣ってしまうのは、これは否めないので、まあ、これは必然の失点だったのではないでしょうか。 ただ、そこで黙っていないのが、マルティノス選手に代わって、後半から途中出場してきた大前元気選手。本当に素晴らしかったです。 先制点を許した3分後に大前元気選手のですね、ボレー団が炸裂ということで、まずこのボレー団に至る前に、まず出場して早々ファーストプレイで見せるというふうにですね、ピックアップワールドとしてもありまして、まあ本当にうまい。いきなりファーストタッチでですね、コンサドーレ札幌の中盤を無力化するですね、フリックをかますわけですので、その結果ですね、中野選手が中央にですね、侵入でき、で、山田選手、右サイドの山田選手に展開し、 でその山田選手から永、えー、井選手に展開し、で永井選手がシュートを放つんですが、もう最終的にこれはですねゴールに至らず。ただ 京都3階 FC のペースにですね、持っていくには、まあ、十分なプレーでした。まあ、その結果、後半9分、大前元気選手のですね、まずこれ、札幌のですね、選手の間を通すパスから、まあ、最終的にイスマイラ選手がボールをキープし、で、イスマイラ選手がキープしたところを右サイドにいる長井選手に展開。で、その長井選手のクロスに、まあ、後ろからですね、えー、来たボールを大前選手が、 ダイレクトでボレーで合わせる形で、ここはですね、大前選手の展開力および、えー、ボレーで合わせる技術力が光りましたので、大前選手の別格感が非常に光りましたし、まあ、ウタ選手がいなくても、この大前元気選手がいるというところで、本当に大前元気選手がいる、その信頼感っていうのは個人的にはですね、絶大でありましたので、印象に残っております。 なので、京都としては逆転に向けて期待感が膨らむ中ではあったんですけども、まあ、ここはコンサドーレ札幌、まあ、特に西選手の存在感というふうにピックアップワールドとしてありまして、まあ、京都にですね、ペースを持っていかせてはもらえなかったりです。まあ、特に西選手が出所となって、小前選手やガブリエル・シャビエル選手がボールを引き出し、まあ、サイドに展開っていうのがですね、非常に多く、京都としてはですね、なかなか的を絞ってですね、そのプレスをかけることがこの試合でき なかったです、まあ、その結果、最終的に67分、中島選手にですね勝ち越し弾のヘディング弾を許す展開、まあ、左サイドね、ね途中出場してきた飯田選手と須賀選手がですねサイドで1対1となり、まあ、これをですね飯田選手、ちょっと簡単に上げさせてしまった、まあ、その結果、須賀選手のですね、まあ、クロスに。 この長嶋選手のめちゃめちゃ打点の高いヘディングダウン本田選手とメンデス選手の間にこの中嶋選手、まあ、この2人をです、ねまあ、競り合いさせないこの中嶋選手の高さ本当にお見事でありますしスケールので,す、ね、でかさをもう感じさせられる、まあ、ゴールでしたでまたその上で,です、ね、迎えた8分後の、まあ、75分 これが狛井選手のサイドの抜け出しにガブリエル・シャビエル選手が中で合わせて3点目。これで正直、勝負あり感は否めなかったです。 なので、この75分以降に関してはもう私の眠気はもうピーク、もううと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 しておりまして、本当に眠たかった。まあそれぐらい京都のですね、そのらしさ、いわゆるハイプレス、まあ連動性のあるですね、プレスっていうのが見えなかったので、京都がね、2点目、そして3点目を取って同点とかそういった シーンをですね、思い浮かぶことができないぐらい、まどうしても眠たくなる試合展開でしたで。まあその結果、まあ88分とどめのですね、もうまさにもう、まさにもう最後の最後のとどめの中島選手のヘディング弾。これが次、ルーカス・フェルナンデス選手からのですね、ヘディング弾を合わせるわけですので、左からも右からもですね、この打点の高いヘディング弾を叩き込んだ中島選手。 もう本当にですね。もう最後の最後は眠気が覚めるぐらいのヘディング弾でありましたので、まあ、きつかったです。 札幌としても一週間前に京都に大逆転負けを喫してるということもあり、まあ、ホームの地で、まあ、出足に関しても鋭くで、ビルドアップに関してもさえ渡り、それに対してですね、まあ、プレスが売りの京都が、そのプレスがですね、まあ、鍵を潜め、かつ、ちょっと受けるという形になりましたので、まあ、この試合結果に関しては必然だったのではないでしょうか。そこで、次。 この試合に対する mvp を取り上げていきたいと思いますこれは一人だけ勝利したコンサドーレ札幌からフォワードのガブリエルシャビエル選手今回は非常に迷いました ありとあらゆる場所で気の利いたプレーおよびアシストを達成している小井選手も選びたかったですしまたスケールの大きいですねヘディング弾を2発叩き込んだ中島選手も見逃せませんとはいえ1得点目および勝負を決める3点目をですね取ったガブリエル・シャビエル選手を選ぶのは妥当なのではないでしょうか、まあ、本領発揮の移籍後初得点組み立て時の刷口となりチームを勝利に導くとあります まあ、得点だけでもなくです、ねまあ、ビルドアップのはけ口になるこのボールの引き出しの部分に関しても上手かったですしまた逆にこの選手の展開力に関しても、まあ、素晴らしいものがありアウトサイドのです、ね、パスに関しては相変わらず名古屋時代と変わらずです、ね、本当に錆びてないもう技術力は全く錆びてないですし視野の広さ及び気の,ひ気の利いた、まあ、ボールのです、ね、引き出しの部分も、まあ、素晴らしくコンサドーレ札幌のです、ね、攻撃を まあ、およびボールのつなぎの部分でも循環させていたのですを、ねまあ、この選手が担っていた部分もありましたので、まあ、この選手を選ぶのは妥当なのではないでしょうかまた最後にちょっとした豆知識を披露するとこのガブリエル・シャビエル選手 コンサドーレ札幌での初得点が VS 京都参賀 FC 戦となりましたが、名古屋グランパス時代も、名古屋グランパスでのですね、デビュー戦および初得点がこの VS 京都参賀 FC 戦でありましたので、京都参賀 FC キラープリを発揮しているということで、まあ、このコンサドーレ札幌でのですね、この活躍プリを見てですね、かつて2017年のですね、まあ、約5年前のガブリエル・シャベル選手にですね、得点を取られたシーンを思い 出しししたたたた次第ででありましたので取りままの取上げさせていただきました、まあ、そんなガブリエル・シャビエル選手京都さんが FC 戦、まあ、今のところですね、まあ、過去の名古屋グランパス戦も含めて2戦2得点達成しておりますので、えー、次対戦する時はですねこのガブリエル・シャビエル選手をですね、まあ、きっちりマークしないといけないまあ、そう思わされるまあ活躍でありましたので取り上げさせていただきました。 以上、札幌にリベンジを果たされ、悔しい敗戦となり、ルバンカップのこのグループ C のですね、動向がわからなくなってきた、2022年シーズン、ルバンカップグループ C の第3節、コンサドーレ札幌 vs 京都3階 FC 戦のレビューでした。そこで次、迎える試合。同じくルバンカップのグループ C の第5節、4月23日と中2日で迎える試合。 VS サガントス戦。 まあ、札幌と柏の試合結果次第ではあるんですが、この試合に勝てば、京都としてはですね、グループリーグの予選突破の可能性が非常に高いので、モチベーションは高いゲームだと思います。まあ、その中でも、サガン・トスに関しては、今季京都とリーグ戦とルヴァンカップですでに2戦しており、まあ、2敗している状況でありますので、同じ相手に3連敗は絶対したくないというですね、強い気持ちでやってくるでしょうから、ましや サガントスとしてもホーム、まあ、京都としては耐える展開っていうのはですね予想されそうなんですがそれを、まあ、押し返すことができるのか、まあ、グループリーグの中でもですね1位で勝ち点7の京都と、えー、勝ち点2のサガン鳥栖でありますのでちょっとした余裕、まあ、貯金は京都さんがよくあるので、まあ、その余裕をですねうまく転換できるか、まあ、その中でも中2日で京都は迎えサガン鳥栖はですね1週間あいて、まあ、この試合を迎えることができます。 ので、まあ、個人的に注目したいのがピーター・ウタカ選手、まあ、この選手を、まあ、このルヴァンカップに駆り出すのかもう負けてしまうと本当にこのグループ C 内でのですねまあ、動向がですね本当に分からなくなってしまいますのでもうこのせっかくなので手繰り寄せたこの予選突破の機会、まあ、これをですねも,うものにする勝利を期待しておよび ピーター・ウタカ選手がですね、メンバー入りすることを個人的には期待して、ここらで終わっていきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。